君主制廃止は国家などの生態として君主制を廃止すること。君主制廃止の思想や傾向は共和主義、君主の存在しない国は共和国と呼ばれる。共和主義及び共和国も参照君主を廃止した制度は共和制、その国は共和国と呼ばれる。古代ではアテナイが王を追放して民主主義を行った。また共和制の語源は 古代の共和制ローマである、中世でもローマ帝国の影響を残す、都市国家が共和国の生態を採用した、15世紀からの大航海時代では、欧米列強が世界中で植民地獲得競争を展開し、インカ帝国やムガール帝国など、現地の君主制の多くは消滅したり、英連邦王国など創始国の君主制に組み込まれた、17世紀以降、 ヨーロッパを中心に啓蒙思想や自由主義、民主主義、平等主義や、さらには民族主義が普及し、国家統合の中心は従来の君主から国民国家に転換した。イギリスでは新京都革命で王政廃止、続く名誉革命では王政復活後の王権制限が制度化された。18世紀のアメリカ独立革命では大統領を、 国家元首とする共和国が北米にアメリカ合衆国として成立し、フランス革命では王政廃止され共和国が誕生した。20世紀は二度の世界大戦やアジアアフリカなどでの植民地独立運動の影響もあり、多くの諸国で君主制が廃止され、多数の共和国が誕生した。1912年、アジア初の共和国である中華民国が成立した。 1917年、ロシア革命により訂正廃止され世界初の社会主義共和国である、ロシアソビエト連邦社会主義共和国が成立した。第一次世界大戦後は敗戦国となった。中央同盟国のドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国などが崩壊し共和国となった。第二次世界大戦後は、数軸国側のイタリア王国、ルーマニア王国、 ハンガリー王国、ブルガリア王国などが崩壊し共和国となった。また1922年にアイルランド、1947年にインドがイギリス帝国から独立し共和国となった。1950年代以降、アラブ民族主義の影響もありエジプト、リビア、チュニジアなどでクーデターにより王政廃止され共和国となった。1978年、 イラン革命により王政廃止され、イスラム共和制が成立した。なお、第二次世界大戦後の日本が君主国かどうかは、議論がある。民主主義用語及び、共和制語源、両方も参照古代ギリシャのアテナイでは、王政が打倒され、貴族制を経て、民会を中心とした民主制が行われた。またこの際の、多数派支配を意味する、デモクラシーから、民主主義の用語が生まれた。 古代ローマでは、王勢が打倒され、共和制を名乗った。なお後の、いわゆる帝政ローマも、形式上は、共和制である。7世紀以降、主にヨーロッパでは、都市国家や自由都市を中心に、君主制を廃止した、ベネツア共和国、フィレンツェ共和国、ジェノバ共和国、16世紀から18世紀のネーデルラント連邦共和国などが存在した。イングランド王国で、 オリバー・クロムウェルらによる新京都革命で王政が廃止され、共和制のイングランド共和国が成立した。1660年にはイングランド王政復古が行われたが、1688年の名誉革命などを通じて王権の政権が進められ、立憲民主主義や議員内閣制などの法の支配や議会制民主主義が形成された。 アメリカ合衆国の独立は、君主国であるイギリスから、植民地であるアメリカが独立して、共和制を採用し、以後の大統領型民主制度のモデルとなった。フランス革命では、君主が処刑されてフランス第一共和制が成立し、国民国家が形成された。メキシコは1821年に独立した際には、メキシコ帝国として独立したが、1823年に、 皇帝アグスティン一世が失脚し、共和制に移行した。その後フランスのメキシコ出兵によって1864年にマクシミリアーノ一世が皇帝となったが、1867年にマクシミリアーノはベニート・フアレス大統領によって処刑され、メキシコ帝国は滅亡した。ハイチでは独立後すぐにジャンジャック・デサリーヌが皇帝となり、ハイチ帝国が成立したが、 ジャック一世は1806年に暗殺された。その後、ハイチは北部のハイチ王国と南部のハイチ共和国に分かれた後に統一された共和国となったが、1849年にホースタンイコールエリスルークが皇帝となり、新たなハイチ帝国が建国された。このハイチ帝国は1859年に滅亡した。ブラジルでは1889年に軍部のクーデターによって、 ブラジル帝国が崩壊し、ブラジル合衆国が成立した。20世紀以降に、君主制が廃止、廃絶された国の一覧は、以下の通り、単なる君主交代や王朝交代は含まないが、君主国自体が消滅したもの、君主国から分離独立して、共和国になったものを含む。なお、細部の都市や名称は、議論があるものも含まれる。ありがとうございます。